信前からたくさん待機していただいてありがとうございます。あのコメント欄にもたくさんコメントいただいて、皆さんもうスタメンですね。たくさんの今40人ぐらいが、あ、もう60人ぐらいが見てくださってます。もう少ししたら監督いらっしゃるんでお待ちください。誰が監督やねん。でもね、はい、皆さん待機してらっしゃって、まあ、君たちの監督ね、そうそう、野沢監督がいらっしゃいました。書いて言わせてもらったら、はい、みんな見てる人たちのね、はい、すごいですよ。もう開始前からたくさんコメントいただいていて、うん、いやコメントなんと、はい、なんとおっしゃってるんですか。僕のせい、すごい、かわいい、かわいい選手たちが。じゃあまず最初ちょっと挨拶からいきましょうかね。挨拶からね。せーの、皆さんこんばんは。ジャイスポーです。トークです。トークです。今日もジャイスポー終わりに。ジャイスポー配信しております。あれあれだね。新潟ニュース、あの丸が変わったね。あ、そうなんですよ。アイコンっていうんですか。アイコン。そうなんです。ちょっと変わりまして、すごいニュース感ありますよね。ね、ニュース感ある。ありますよね。皆さん、たくさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はですね、はい、放送では明かせなかったあんなことやこんなこと今日は陸上の新生、陸上界の新生、東京学館の関口選手を紹介したりだとか、うん、すごいですね、うん、あの何年ぶり、26年ぶりに県の100年分の更新した。で、その今までの記録保持者が今の監督だった東京だったの。すごい面白くないですか。すごいですね。やっぱそういう人が教えたから、まあ、そういう結果がつながってるんでしょうね。コツとかいろいろあるだろうし。っていうだけでもねえか。だって今までね、何人も育ててきてるわけだから。確かに。でも26年越しに自身の記録を塗り替えてくれたっていう、嬉しいでしょうね。嬉しいでしょうね。でも俺だったら絶対嫌だけどな。悔しいね。記録を塗り替えられたら。記録を塗り替えられたと言ったら、言えばですよ。はい、アラビポンポンと点決めたじゃないですか。はい、前の試合ね、開始27秒でした。27秒で決めて次5分で、前半もう開始15分で2点を、はい、取った記録は2012年ってことは12年か11年か12年の試合以来なんですよ。はい。フィックスさんでやった。その試合になると決められたキーパーとして出ていたのが僕ですから。なるほど。新潟大賞が。あ、なるほど。え？そういうことです。僕が出ていたのはアルミの方じゃなくて湘南の方。ああ、面白いですね。じゃあその記録を塗り替えられたんですよ。だからアルミのために早くわざと失点して2点を決めさせてあげたのに、小見くんと水戸くんが活躍するもんだから、俺の記録まさかの記録がここで暴露されるという。今知りました。それを思いながら野沢さんはちょっと今日のオンエアに臨んでたっていう。そうですね。臨んでたわけじゃないけど、なんかその記録を塗り替えたっていう話あったから、そういえばそうだったな、どっかであったなみたいな。すごい皆さんね、本当今日その3-0で勝ったっていうこともあって、そうですよね、もうものすごくね、コメント欄が皆さん絵文字が多くてですね、絵文字が、はい、ドキドキ、もうワクワクの絵文字、チララチララさん、小見選手の体幹がバカ強いと解説した野沢さんは立派な新潟県人ですね、はい、いや本当バカ強いよあれは。だって体勢崩しながらもね、その後の
シュートもめちゃくちゃ腰にねでしたって大活躍だと思ったし、あのボールを奪った瞬間というか相手が切り返しました。でも小見君としてはそこまで、まあ、取れると多分思ってない。あの状況は思いっきりこうディフェンスのねこっち側、はい、右左側から追い込んでるでしょ、うん、で相手を逆側の方にちゃんとこうトップとしては、まあ、奪い切るというところまでは、まあ、一番 最初の選手としてはこう逆に追い込ますと、はい、そうするとこ逆側に行くでしょ、はいはいはい、守備、そうですね、あの攻撃側は、うん、こっち側から必ず追えばこっち側にボールが行くから、じゃあこっちの次のセカンドの守備の人たち取ってねと、あの狙ってくださいよっていう追い込み方をしようとしたと思うんだけど、で切り返した瞬間に相手がちょっとこう大きくなる、まああの、いや足元に入ったのかな、で行けるなと思ってグッと寄せたんだけど、そのスピードはめちゃくちゃ速い。体感めちゃくちゃ強いなって、俺はあの瞬間に思いましたね。あれ奪って、相手キーパー、相手キーパーもめちゃくちゃでかいじゃん。はいはいはい、足めっちゃ長い。それをグッとかわしながら、はい、逆サイドに判定して決めると。どうしたんですか？え？音がね、聞きづらいという。音聞きづらいですか？ちょっとね、あのちょっと今日コミ君みたいなマイクなんですけどね皆さん、あのコミ選手決めた後にポンポンと頭をこうよしよしする場面か、なんかここしっかり、じゃあこれにマイクに向かって、あ、そうです、近めで喋りましょう、はい、聞こえます、よかったです。すごい皆さんが伝えたい思いが溢れてしまいましたゆりちゃんさんが野沢さんに挨拶したよと。あ、ゆりちゃんさん、うんゆりちゃんさん挨拶してくれましたよ。ゆりちゃんさん、あと多分この間の試合で多分一番サポーターの中で一番早く会場に来た人。え、あとあれですよ、一番早い、いつもだけどゆりちゃん、ノブレスさん、ピンクウェア買って早速来てたら野沢さんにいいねって言われて嬉しかったです。あのピンクのユニフォーム欲しいです。ピンク可愛いよね。可愛い。3613、勝ち点順調に積み重ねてますね、けど80点以上を目標にまだまだ勝ってほしいです。ですね。でも松橋監督もおっしゃってますけど、やっぱりこう先を見据えるためには1試合1試合とね勝っていくっていう、まあそりゃそうですよ。ちょっとあ大きい声で喋って、はいはいエチゴンからコメント来てますよ。エチゴン、はい、何してんのエチゴンは。エチゴン、音小さい。普通の普通のコメントだった。エチゴンのツッコミ、エチゴンのツッコミでしたね。あ、すごい。エチゴンまた来た。エチゴンまた来た。あ、そう、去年柏崎に来てくれたコミちゃんが爆発してくれて嬉しかったゴン。あ、ゴンはなんか嬉しかった。ゴンないのにゴンと、ゴンと言う。エチゴン、はい、エチゴンゴン言うの忘れたんじゃない、むしろ。そうですねそうです。でもあのツイッターに小見選手と2人で写真撮った。いやー、ご当地選手活躍してくれたら嬉しいよね、うん、エチゴンもね。なんか活躍って一言でまとめてしまっていいのかっていうぐらいもう暴れてましたね。活躍です、活躍兄貴のイケボイス、ちゃんと飛行機聞こえてるってことですかね。ありがとうございます。さん、兄貴のイケボイス。ほら、あ、中川大輔さん、あ、聞きやすくなった。あ、やっと聞こえたわ。の、ここスレス51。ここスマイルさん、新潟に3年ぶりに帰ってきて、はい、あ、お帰りなさい。初めて生でニュース見ました。新潟いいですねってコメント来てます。あとは星さん。アルビがバルセロナのようなサッカーをしているように感じるんですが、野沢さん、
はい、というコメント来てます。いや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 、まだまだですよ、バルセロナと比べてしまうのはあれですけど、でもかなりやっぱり完成度上がってきてます。遅刻ですか？仕事です、別の。あ、オキヤさん、無限ミュージカルオキヤさんのファンさん、ありがとうございます。スパチャ。土曜日の勝ちによりすぐ折り返しの第22節の横浜 FC 戦が天王山になりそうなので、そこまでにより多くの勝ち点を取り優位な状況でこの試合を望みたいですと。まあ、この試合は土曜日みたいな試合とは別の試合になりそうな気がしていますが、ターニングポイントとなる試合になりそうですか？ターニングポイントとなる試合は、いやまあ分かんないね、後々になってここが良かったなっていうような流れになってきそうな感じはするけどね。間違いなくこの間の横浜 FC は今の時点ではターニングポイントになってると思いますけど、あと残り前半戦3試合、はい、水戸、大分、徳島、うん、まあ、これ次第でまた状況が変わってくると思うんで、今のところはこの横浜市いいと、横浜 FC と言ってもいいかもしれないですね。今回ちょっと皆さんたくさん質問くださっていて、はい、あれなんですけど、私もちょっといくつか質問を考えてきたんですけど、ちょっとじゃあこの中から抜粋して言いますね。私が気になったのは、前節からスタメンが1人しか変わっていないのにもかかわらず、はい、こうものすごい全てがうまく噛み合ったような試合だったように感じたんですけど、はい、その前節から良くなったところってどういったところでしたか？良くなったところっていうと非常に難しいですけれども、まあやっぱり流れを引き寄せられるかどうかっていうのは、まあ、決めるところを決めれるかどうか、止めるところを止めれるかどうかっていう、もうこうレベルだよね、上位との対決っていうのは。じゃあ開始30秒で決めたことはかなりその後の試合展開に響きましたか？いやもうそれはめちゃくちゃ響きましたよ。だから前節からは、前節は星が最初のあれが決めれなかった、残念ながら、うん、そこでやっぱり流れというか、どっちがこう我慢比べの中で、どっちがまあ好き好きというか失点をしてしまうかっていうだけの違い、今回は決めるべき時に決めたと。でもその星選手も慣れないボランチをこうこなす中で、すごくゴール前のこのゴールに絡むようなプレーが自分の特徴だとおっしゃってたんですけど、それがこうすごく特徴がしっかり出てたなって思ったんですけど、星選手いかがでした？いやだから前節もそうだし、今節も非常に彼の良さ出てますよね。攻撃に参加する際のこうタイミングというか、攻撃参加の、だから伝説もあんだけチャンスが自分のところに来たし、本節も2点目の絡みとか非常にいい形で攻撃に絡んでいってるんで、より攻撃強み厚みが出たし、彼の良さもボランチでね、慣れないところだけれども良さを出していると思いますよ。皆さんすごい、誰が出ても勝てるチームになってきましたねって広谷沢さんからも来てますが、その通りですね、うん、ちょっとじゃあ、無限美女から沖谷さんのファンさん、またまたスパチャありがとうございます、はい。
キムチチャーハンを作っていた野沢さんにお伺いします。NCB がね、見てくれてるわけ。やっぱりあの、はい、チェアマン説。やっぱりチェアマンか、うん、チェアマン逆に見てたら怖いわ。 NCB アルビのチェアマンってことでいいよ。横浜の途中投入されたサウロ・ミネーロは爆発的なスピードとフィジカルがありましたが、彼は J1 並みの選手ですかと。それコアですね、相手チーム。いや、めちゃくちゃすごかったですよね、かなり。あんだけパワーあって、攻撃よく体使うのもうまいし、J1 でもやれるでしょうね。そして中川小栗さんもスパチャありがとうございます。どうぞ。お、いい振りですね。次のホーム戦は、このオリジナル T シャツ配布の他に、注目イベントありますか、次はお声掛けしますということです。次はですね、ちょっと今ホームページ確認するから見てください。待ってください。そっか、もういよいよ次、次の次だよ、ね、そっか、次あ、そうか、まあ水戸がね、一回アウェー水曜日に入るんで、まあ試合としては次の試合になりますけど。どうしたんですか、選手名鑑を取ろうと思ったらここにありました。これが次のホーム戦。次の試合はですね、水戸戦、まあ、水戸、今小栗さんから質問があった山形戦なんですけど、実はですね、山形戦はあんまりないんですよ。スタグルありましたよ、スタグル。スタグル。美味しいスタグルが出てましたよ。そうなんですよ。スタグルは、まあ普通かな。でも何と言ってもこの T シャツもらえますから。何と言ってもこの T シャツかな。はい、皆さん。ちょっと営業的イベントもないし。529は、まあ、野沢のオレンジトラックとか、あ、野沢さん働きますね。ですかね、やっぱり。でもまあ、イゲート前に行けば野沢さんにこれがもらえるんですよ、この T シャツ。無料ですからね、これ、うん、みんなで来て応援しましょう。山形、私が着てるのはキッズサイズではないです、フリーサイズです。でもキッズサイズでも入りそう。入れますかね。割と大きめなんで。そう、ちょっとダボっと着られますね、女性だと。ダボっとね。うん。試合予想はする？そう、試合予想しましょう。はい。ヒロヤズワさんから来ましたよ。前キムチ10個買ったの。10個買ったの。キムチ料理のレシピをインスタかツイッターでお願いします。オケヤさんって。オケヤさんって来てますよ。でもオケヤさんインスタとツイッターやってないんですけど。あ、でも、キムチね、キムチチャーハン。ありがとうございます。マイキムチ10個買った。これちょっとキムチチャーハンしますし、塚田さんに送ろう。あと卵を入れて卵とじとかしても美味しいです、キムチを。卵とじ？はい。あとチャーハンにするときにちょっと蜂蜜とか入れると美味しいです。ぜひやってみてください。蜂蜜入れるの？じゃあ料理にすごい蜂蜜。斬新じゃね。だから松尾アナウンサーから、うん、こうお料理に蜂蜜を入れるよっていうの話を聞いてから、うん、私もすごい蜂蜜を入れるようになって。へー。何で笑うんですか。何の笑いですか。そうなんですよ。そうです。ということで、じゃあ予想しましょう。この間は9時半頃の野沢さんとグッズ担当の方と準備されていて、お声掛け遠慮してしまってましたよ。遠慮しないで声かけてくださいよ。この間はちょっともうバタバタしちゃうんで、亀田製菓サンクステート。そうだ、お忙しかったですか、はい、中村俊介選手。そういやだからこっちなの。あ、はい、次のモンテリオの予想しちゃうわけ。あ、そっか、町田ですかね。でもやっぱ、あ、町田じゃなくて、水戸戦ですかね。水曜日の水戸。連戦だからな。
天皇杯入れると連戦になるから隣やん隣五連戦天皇杯も楽しみですね。水戸は何と言ってもやっぱ秋葉忠弘監督This is football って言わせるかどうかっていう黙らすかどうかいっぱい来る。いっぱい来ますね。水戸の警戒なのは木下康介、身長が190センチ、体重85キロ、現在ここまで16試合8得点、2アシスト、得点ランキング2位と好調、190センチという長身を生かしたパワフルなプレースタイルが持ち味。ということですよ、皆さん。確かに全て言ってくれましたね。全て言ってくれた、俺が言いたかったことを無限美女さんから。ウィキペディアですね。あとはですね、やっぱ金久保ですかね。金久保純がいるんですね。すごい、これはまだ無限美女から、桶屋さんのファンさんからは出てきてないです。やっぱ金久保選手、うまいですから。ミッドホーリーホーク。大ベテラン、金久保。大でもないか、まだ。警戒。結構。まあ、あとやっぱね、あの秋葉監督って、監督秋葉さんっていうんですけど、アルビのもうレジェンドでね、あの僕とずっとプレーしてした人なんですけど、やっぱこう人を使うのがうまいので、あ、人を乗せるのがうまい。だから勢い、あの乗らしたら厄介なチームが水戸かもしれないですね。一番複数得点とかも決められてるっていうことを考えると、やっぱ勢いに乗らせたくないですね。無限美女さん、すごい。もともと横浜 FC ユース昇格時より海外挑戦の意向があり、高校3年生の時の夏には関係者を介し、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC にビデオと履歴書を送って入団テストを打診し、英国でプロの契約が可能となる18歳の誕生日にマンチェスターシティから入団オファーを受けた。以降海外のクラブでは活躍し、去年 J1 の浦和に移籍、遅咲きの J リーグデビュー。誰ですかあなた。でもチェアマンにしては詳しすぎるので、多分チェアマン越してますね。もう本当に怖くなってきたわ。すごいな、もう。それであの最初のそのめちゃくちゃこの情報をくれた1個前に無駄にあの1000円だけ入れてくれたっていうね。その情報を入れるのをミスって、さらに情報もくれた、もう1個入れてくれて。親切すぎる。本当は J リーグ関係者詳しすぎっていうコメント来てる。いや、ありがたいですね、はい、やっぱりそういう。やっぱ山田康介、誰だっけ。木下康介。190センチか、怖いな。でも逆にそれをこう回避できるテクニックの持った選手がアルビレックスいっぱいいますから、まあ、高さ的にはね、だからセットプレーとか結構ポイントになるかもしれないですね。水戸と試合すると、ね、アウェイ。あとね、本間浩二さんって人がいるんですよ、うんうん、ゴールキーパーに。はいはいはい。僕の2つ上でもうゴールキーパー超大ベテラン、もうずっと水戸の人がいるんですよ。ミスター水戸みたいな。ミスター水戸です。まだ頑張ってますね。すごい。すごい髪型が素敵。水戸にはまあ2-0ぐらいで。2-0。セットプレーでちょっと点を取って。お。勝ってもらいたいですね。どなたに期待でしょうか。水戸だけに。水戸くんで。いいですね。でこの試合も非常に活躍しましたから、はい、次も水戸選手に期待ですね。
まあ、そしてその次の山形戦はですね、やっぱ山形はやっぱこうボールを保持しながら、ボールを保持しながらやっぱ隙見てこう、なんていうか攻め込むスタイル、これを今年維持してますよね。何位でしたっけ、ま、だそれは野座ポイントですか。野座ポイントで 5まだ5位か6位か、6位ぐらいですよ ね。で、あとはやっぱキーパーが好調なんですよ。あ、山形はこの後藤くん、湘南にいたよね、きっとね、湘南にいた選手、これ結構今年頑張って、うん、やっぱ止めるところ止める、はい、だからチャンスも来るっていうところで山形波に乗ってるんで、山形9戦負けなしかな、そのぐらいで。すごいな、勢い乗ってますね。勢い乗ってますね。全然負けてないですね。ただまあ勝ち点差的にはちょっとこう開いてきたかなっていうところなので、頑張って勝ってほしいですけど、すごい。そして無限美女情報、山形の最重要危険人物は藤本義樹と思っていたんですが、左膝前十字靭帯損傷および半月板損傷になり、全治は手術後約6ヶ月7ヶ月今季の復帰が絶望的、それに代わるベラトールが要警戒。すごいですね。すごいですね。前十字と半月板。サッカー解説者とか知っていらっしゃるかな。行っちゃったんですね。サッカー解説者かな。サッカー解説者。見た目でも結構ヤンザーミッシェルさんかな。の可能性ありますね。NHK 見ないか。これありますね。NHK だ。山田浩太選手とかも怖い印象ありますけど。あ、いや、そうですね。山田浩太。常にコンスタントにちょっと脅威があるっていうイメージありますけど、すごい、もう30分ぐらい配信まだ見て、めちゃくちゃ盛り上がってる。まだ見てんのみんな。なんでこと言ってんの。まだ見てたの。ただ俺もなんかずっと喋ってるみたいな感じになってる。すごいね、私結構用意してこれ作ってきたけど、なんでそれ全然使ってないわ。はい、いらないぐらい皆さんのねコメントがたくさん来ていて、はい、ありがたい悩みですね。俺ちょっと遅刻してきたんで。はい。そうですね。明日？明日僕ね10時から12時まであのローソンにいるから皆さん来てください。どこ？そうでした。駅前の駅南のローソン。ああ、前のあのオレンジガーデン。オレンジガーデンとあのもう一個さ、弁天通りをちょっとこう進んだところにあるじゃん。11番のところですよね。そうそうそう、それどっちか、だから両方行くんだけど、時間帯でこっちとこっちと、どっちでやるんだっけかな。いや、オレンジ、新潟支社があるってこと、昔のオレンジローソンの方だけかもしれないな。じゃあ、ほんと駅の中の方内にしたの。そこで、あの、明日のね、いろいろ発表があるんで、それを僕が発表しますから、皆さんローソン来てください。皆さんぜひ明日はローソンで、じゃ取材しに来て、取材しに来てよ、ちゃんと。はい、わかりました、行きます。あのローソンの、わかりました、ローソン着るから俺。ああ、着るから、わかりました。ローソン着て、唐揚げくん売るから。わかりました、じゃあ行きます。皆さんもぜひ朝ローソンに、朝ローソンしに来てください。今週末はホーム戦にぜひ。ちょっと情報があったらツイッターあげますから。いいですね。はい、ということで皆さん、今日はあの長い間お付き合いいただきありがとうございました。次節も皆さんで応援して勝ちましょうね。来たよ、また。野田、ツイッターに野田さんのゲーフラ見ました。いいですね、あれね、めちゃくちゃいいんですよ。あ、私も見ました。そう、野沢さんがこうやってあげてましたよ。で、あの俺がさ、うちは勝手に川崎さんって言ったら、その川崎さんが書いてくれたの。すごい、川崎さんのお嬢さんが。めちゃくちゃ上手でしたよね。めちゃくちゃうまいやつ。今度持ってきます、それをもらったんで。
あ、じゃあここで後ろに飾って配信しましょう。そうしよう、ここに飾って、はい、ぜひ自分で自分の工芸裏を飾るってなかなかないからねということで皆さんありがとうございました。じゃあ皆さん、週末はこれ配りますから待ってますね。ということで皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました中川大輔さんからの、あ、そうそう、コラボした、コラボしたくた。それでは、さよなら。適当、適当タケコの話ってして大丈夫なのかな。そうですね、とっても仲良しです。じゃあ、ゆうちゃん、さよなら。さよなら。気象によろしく言っといてください。気象さんのあのボレーすごかったですね。俺すごい、すごかったですよね。近年かよ、気象のボレーめっちゃすごかったよね。なんて、あ、なんて言うんでしょう、気持ちいい、爽快感。もなんか、でツイッターで気象が長年、長らくお待たせしましたみたいな感じで、これで皆さん美味しいご飯みたいな。もうこれで、だから本当プロ入ってからもう17、8年、違うな、20年か、20年待たせたね。20年もあって、すごい一回いいボール決めてますから。そう、はい。いや、そんなあんな綺麗なボールは見たことないでしょ。いや、あれは美しかったですね。ビューティフルボレーでした。はい。皆さん、すいません。さよなら。はい、さよなら。